こうやって見るとたくさんのゲームをやってきたいな。そして今日更新されたファミコンとスーパーファミコン、そういえば別ソフトないなっていうことなんですけど、そうね、スーファミからちょっと始めていきたいと思いますけども、スーファミからでいいんか？でも動画の広告がスーファミからやったんで、スーファミからでいきましょう。初めての追加ですよね、スーファミは。そして、スーファミ買ったやん、ミニのやつ。あれにしか入ってない幻の復活ソフト？あれ？何これ？こんな、入るんや。幻の復活ソフト、スターフォックス2が今日追加になるっていうのが初めてなんです。復活したんですけど、クラシックミニっていうか。で、それでやったら、あんま面白くなかったんですよね、あれ。マジで。キューブのやつとかこれとか面白かったんやけど、あんま面白くなかったんやてな。だから、ちょっとそれやめてない。それをもうやったし、あんまり触れないと思いますし、今回初めてのスーパーファミコンの追加なんで、ファミコンみたいになんとかモードあるんかなって言ったらなさそうやねん、2つしかないから。縦長やなと思ってたらどうなってるんかなと思ったらこうなってるんや。絵とかは最高なんですけどね。だからスーファミはこれ2つともあんまり俺は知らないやつ。まあ、どっちもやったことあるし、こっちクリアしたかな？そのクリア、結構、ちょっとリンクに貼っとい、ちょっとね、YouTuber みたいな言い方しちゃいましたけど、動画説明欄に、スターフォックス2の攻略貼っておきますかね。多分忘れるやろな。いきますか。で、これなんかね、ちょっと無理があるっていうか、無理があるんですよ。一番今までで無理あったソフトって俺覚えてて、それは、ストリートファイターターボ03みたいなやつかな。むちゃくちゃ重いの。あれ、撃ったあかんレベルやったっていうのは俺は記憶してるんですけど、そのぐらいこれ無理あるんですよね。重くはないですけど、なんかもう、わかんないというか、表現が、逆に。かなり毒ついてますけどね。多分ほとんどやらないと思います。で、さっき言ってたシークレットシチュエーションはないんや、スーファミは。だから例えば、最後のラスボスから始まりますとか、レベル最強ですとか、なんか、模様元入れたみたいな？あと、そういうシチュエーションはないんやね、スーファミは。でもね、スターフォックス自体は結構、意外に面白かったりするんで、他のやつやったらいいかなと思いますし、クラシックミニをこれのために買った人もいると思うんですけど、それの意味もなくなったなっていうのがありますね。今回だから、ファミコンとして出てないやつが1回目に追加されたんやなっていうことも初めての Nintendo Switch オンラインの特典としては初めてだと思いますけどね。なんかね、面白そうだな、やっぱりでも。100になるのを抑え、コーネリアのダメージ自体を抑えながらいくとか、そこら辺もちょっと新しいですよね、普通のこの当時のシューティングゲームとしては。今回はスターフォックスやね、ファルコで行こう。すぐやめます、すいません、すぐやめますよ。だって、交代できるよ。俺やったっけ？あれ、これやったっけな、本当に俺こんな。ああいうのから守るだけのミッションとかもあるんですよ。あ、これや、あれ、俺やったっけ、本当に。スターフォックス2。あかん、全然守れてない。これね、ミッションだけよく、これ全く同じなんですよ。今、Wii とかで、Wii U かな？とかで出てるやつとかも、ほとんど変わらないんで、全くっていうか、そういうやり方は変わんないんで、もうやめましょう。画面よくやった方がいいかなと思いますんで、ぜひやってみてください。ちょっとどうやってやめないの、これ。次、スター。これね、星のカービィのマニアも何人か僕のチャンネルにいると思うんですけど、これどういうゲームなんですか？これ1号、2号、あ、何？ 3 号って。何これ？セーブの入るだけ？なんか読みづらいなぁ。読みづらいけど、これがさ、
昔は全然読みやすかったってことなのかな。字読みづらくなかった今。あれ何これ、全然違うゲームやってる。これも桜井氏は関係してるのかな。わからん、やめていいか。意味がわからんわこれ。よっしゃ、やっぱ俺ファミコン派やな。俺はどっちかっつったらカービィ。でもね、カービィボールはすごい面白かったっす。じゃあ一回戻りましょうか。来ましたね。俺ね、今回のやつファミコンウォーズとさ、ルート16ターボないけど、やっぱ全然思い出があって、この前ファミコンウォーズの話したばっかりやん、スマブラスペシャルで、スマブラスペシャル、あれ？シチュエーション入ってない？2つだけやん。あ、ないんや、スペシャル。てか、こんなでかかったっけ、画面。これもなんか変わった気がする。あ、そんなことないか。ファミコンウォーズの話を、ファイアーエンブレムのスマブラスペシャル雑談の時にみんなで話してたんですけど、その前にやってたファミコンウォーズとマップ的には一緒やねって話をしてたんですけど、そこら辺ですよね。あとね、ルート16ターボ俺めちゃくちゃ知ってて、隣の家でやってたんです。今これこの画面見るとさ、サンソフトやったんや。もう始まる、何も言ってない。何も言ってねって、もう動かしてるやん。でね、これ、どれやねん、俺。あ、音楽覚えてる。で、しかもこれ自動運転なんですよ。あの真ん中の青いやつが俺ですけど、勝手に曲がってくれるんですよ。で、あの青いのがちっちゃく、このちっちゃく動かせてるんです。今105のところで。何も押してないよ。めちゃくちゃ難しい。これね、隣の家でやったんですけど、隣の家で、あの、カセットをこう何個か入れ替えてやってる中の一個にこれがあって、で、意味がわからなくて難しいっていう。あれ？これやってるか俺。やってねえな、今のは。やります。これをやってます。あ、動いてるね、これ、俺。さっきの俺動いてたよね。絶対動いてたと思うんですけど、あぶね。こっから急にこのちっちゃいのを把握しろっていう。そういう手やぞっていうのがすごすぎて、このちっちゃい中でもこうちょっとだけ2マス動けるんですよね、こうやって。こうやって上下に。あの旗を全部取るかな。で、隣の家で、ドラクエとかいろいろこうカセット入れ替えしながらやってたんですけど、意味がほとんどわかんないんですよ、ちっちゃい時って。麻雀とかも。麻雀なんてルール知らんやん。で、全部それで覚えたんですよ。麻雀はちょっと後になってからかな。これとか、あー何やったっけな、あの足。これとかさ、あとロールプレイングゲームっていうことの概念とかを覚えた覚えもあるけど、あーなんか覚えてるな、あの爆弾も。なんやろ、やっぱ俺も最初あの人動かしてなかった気がする。これな、これ二段、これあかんねん、あの、あ、いいんや、いいんや。全部撮ってみようか、全部。これ面白い、これ面白いよ、このゲームは。このゲームの方が面白いよ、全然。いけるか？あ、すげえ。ちょっと曲がってたやん、体。ほら、それがすごくない？曲がろうとすると。どうやって作られてるのかな、当時のこれで。で、なんの由来なのね、ルート16ターボって。そして、右下にあるやつがガソリンなんだ、あ危ね。あれ？
そこ挟まったら終わるんや。敵がアホやっただけか。右下のやつがガソリンだなんて知らないじゃないですか当時。でもガソリンの膜取ったら燃料がとかそういうのを無理やり覚えるっていうね。おお、そういうこと。危ないけど、惜しいけど、絶対クリアしよう、絶対クリアしよう。当時は絶対ちっちゃくてさ、しかも俺の番って回ってこないんですよ。それ上級生からやから、なかなかすぐ終わって、こんなだって大人になってやってもこんなに難しいんでさ、できてなかったと思うんですけど、これはちょっとその時の夢を取り返したいな。あの時に取り逃した宝を。あれがコーサー発行でゼルダとかかってさ、一個一個こう横行ったら横の画面にビヨーンってなってたんですよ当時。それが最近のスイッチで出た夢島では全部繋がってるように見えるように作り変えられたと。これビヨーンって。でもこれに関しては一回外出るっていう新しさね。ゼルダやったらもう117から30に繋がれて、でもそうやねっていう表現ですよね。ゼルダみたいなもんですよ。だからこれ危ないな。これ避けれるか。避けさせてくれ。あんなちっちゃく爆発するんやったんや。いや、覚えてる音楽もなんか。でね。なんかそのガソリンがあれとかわからんかった、わからんかったとか言ってるのが、レベルが何とかドラクエで言ったらさ。でも、未だに大人になってもわからんのが、どういう意味なよなと思った、あの、部屋の名前。ルート16ターブの16ってどういう意味なんやろ。これ俺は知らんねんけど、未だに。この87とかもどういう意味なのこれ。あ、赤くなった。なんで大人になってもわからんこといっぱいある。大人になってもわからないことがいっぱいあるな。全然スターフォックスとかより面白いんですけどね。で、こう入ってみたらこっちからダメやったみたいな。あれやな、そっか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 。ってことはここはあれいいの、あかんねえな。黒の時行ったらあかんのかな。いや、さっきに黒で行ったけど、たまたまその瞬時に変わったんかな。危ない部屋があるんですよね、ああいう。本当に危ない部屋があるんで、ああ、早っ。斜め入力だけであれだけですね。逃げ切れない部屋とかもあるから気をつけてくださいよ。これか。ボタンによってこれになるっていうのは、ボタンの位置も決まってるんか。なるほどね。爆弾の表現がもうボンバーマンと一緒っていうね。一緒。これは本当に危険やね、あれを取ったな、さっき。何？あ、2って俺か？あ、危ねえ。今の危なかった。あかん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 。危ねえ。あかん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 。いろいろ危ねえ。めちゃくちゃ面白い。こっからさ、あ、危ねえ。あれにつなげていきたいっすよね。ファミリーサーキットやったっけな？レーシングやったっけ？めちゃくちゃ面白いやつ、あれも。あの足跡って何を表現したかったんやろ、当時の開発者は。だからこれ30年前のゲームやが、あれ俺どれ青やな。俺これで青って分からなあかんのきつくない、小学生に。小学生やったっけ俺。だから30年前ってことは、当時これを開発したとか20でも50歳なんやな。そして、35やったら65歳なんやな。って考えると、そこ通るの気持ちよかった記憶ある。確かこの斜めのところタタタタタタ、このカコラ、これ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 来た。当時の夢を果たしました。どんなになるの、クリアしたら。ええ、すぐにさ始まる。じゃあ今日はここまでにしておきましょう。ここまでにしておいてやろう。ZL 押し、同時押し。いや、面白いな、やっぱルート16多分。そしてファミコン王座も面白くて、多分俺、シミュレーションゲームっていうのは初めて知ったもので、当時のファミ、これはやっぱ CM がインパクト的やったじゃないですか。あの歌が生まれたんですよ。多分 YouTube で出てくるでしょう。検索すれば。あんなものをさ、小学生が見てよかった、見てっていうか、まあ意味がわからないっていうか、その CM の。当時さ、ゲームの CM って少なかったんですよ。今より。
絶対に。なんかあかんものやと思ってたから、テレビで流したら親とかは絶対反対やったから。だからね、このファミコンウォーズがクールぞ出るぞみたいな歌のやつ、ゼルダ出るゼルダの伝説、今思うと一緒なこと言ってるよね。このゼルダの話取れましたけどもね、その CM がインパクト的やったけど、買ってみたらこれやった、よくわからないみたいなのあったよね。あの CM だけやとなんか戦争のアクションゲームかなと思ったら、シューミレーションで買って帰ってきてから初めてできんかもしれんって気づくっていう。おにゃんこタウン買ったけどやっぱ返したいみたいな、あの体験版も何も動画も何にもない、絵だけで買わなあかない、あかん。まあいいや、そんな話は。でもね、これでやっと俺覚えたんですよね。うわ、こんな難しいんや。ファミコンで漢字が書いてあることなんてなかなかないっすよ。え、再選って、何再選って、うわうわ、なんかね、ガンダム SD ガンダム対戦やったっけみたいなのを思い出す雰囲気もあるんですけど、これがさ、どれだけ難しそうに見えたか、小学生かなんかの俺に対して、俺にしてみて、こんな難しいゲームようやったな。なんかいろいろ覚えた、勉強で全ては俺は成長してきたな。勉強じゃねえわ、普通のこと言ってただけ。ゲームで、え、どうやってやんのこれ。うわぁ、めっちゃむずい。生産。うわぁ、これが選択されてるということって、こんな画面やったっけ。で、戦車まだ買えないとかあるんや。戦車 B はどんなやとかあったなぁ。でね、俺覚えてるのがさ、標準語なってば、ゲームキューブでファミコンを押すって出たんやって。あれ、めっちゃくちゃ面白かったよね。戦闘が、これって、歩兵対戦車は絶対に歩兵が、ま、負けて何パーセント残るみたいなの決まってたんですよ。でも、ゲームキューブのやつはアクションがあるんです。つまり SD ガンダムと一緒で弱くてもアクション頑張れば勝てるっていう、あの感じ。あったなって覚えてます。全然覚えてないけど、この何、じゃんけんと一緒で何が何に強いみたいなのをずっとやるってことですね。状況って何？ああ、ほんまや。当時これがどれだけ難しく見えたかやな。これなん、どういう意味だ、全、あ、補給中、あ、補給なんや。他って何？急戦。ああ、降伏とかあったんや。まあ、生産するのはこういう、このマスなんやね。オッケーオッケー、そういうことか。でもお金が今のところないから、ない。おお、補給車。で、これで次のターンみたいな感じにするのかな。うわー、懐かしい。そうや。作るだけで終わってまいの。あ、俺やってるやん、こっちも。二人用になってる。ごめんなさい。じゃあ、そういうことで俺の話だけになっちゃいましたけど、俺、ね、前のスピリッツ雑談の時もそうやってんけど、F0 とか、大玉とか、全部こういうのって、キューブでやり直したいですね。今となってみたら。いつかやります。そしてキューブで出たんですね、ピクミンも。今手元にありますから、そういうのもやっていきたいと思います。